上、白滝駅は、かつて、北海道門別郡縁軽町上白滝にあった、北海道旅客鉄道赤北本線の駅。駅番号は、A44 であった。電報略号はから、廃止時点で停車する列車は1日1往復のみ。これは、2015年3月14日、ダイヤ改正時点では、東日本旅客鉄道山田線の朝貫駅と並び、 最も停車本数の少ない駅だった。近隣の旧白滝駅、下白滝駅とともに、秘境駅とされていた。利用者の減少に伴い、2016年3月26日のダイヤ改正で、旧白滝駅、下白滝駅、金華駅と共に廃止された。当駅廃止と同時に、JR 北海道札間線の裏薄駅、 新十津川駅間の運行が1日1往復に改正されたため、最も停車本数の少ない駅は1日に折り返し1本のみの新十津川駅となった。なお、当駅同様に1日1往復のみの停車だった朝木市駅も当駅と同様に2016年3月26日のダイヤ改正で廃止となった。1977年の上、白滝駅と 周囲約500メートル範囲。右が、円軽方面。相対式ホーム2面2線、駅舎横の上川側に、貨物ホームと引き込み線を有する。駅裏側に敷かれていた、貨物線の跡が白く残されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成相対式ホーム2面2線だったが、合理化により、防線化され、 廃止時は短式ホーム一面一線の地上駅であった。遠軽駅管理の無人見駅。別当に木造のトイレもあった。駅前に小さな工場がある。国道沿いに小さな集落や商店がある。ありがとうございます。